危険なのはね、やっぱこういう拳銃持ちの方がね、よっぽど危険。やっぱり拳銃って強いんだな。あ？なんか長い筒なのに、三段みたいな感じのやつ持ってる。なんだあれ？やっぱ新しい武器あるのか。ああいうの。そうすると、まあ、こっちもね、気になっちゃいますよね。その武器強化していいのかとかね、否かとかっていうのは。よし、じゃあ、あとはどうすればですね、こいつを。もっくこいつを。さすがに届かないもんね。ここから、さすがに届かないからな。無理くり攻めていくべきかどうか。ガスコイン新聞みたいに爆捨てショットガンみたいなことをやらなければ。よし、じゃあちょっとやってみようか。撃った後に攻める。怖い。こうなるとやっぱリーチを生かしたいんで、こうの方がいいか。当たってねえしな。まるで当たらないんだよな。やっぱこう見るとショットガン強えなって思うし、なんで今取られたん？このゲームもしかして攻撃してショットガンとか撃つと内蔵攻撃できるの？それともあのショットガン自体にその強いその属性がついてんのかな？なんだ？よくわからない。よくわからないことをされると不安になっちゃう。あそこじゃない。翻弄されているじゃん。またさっぱりわからん。よし、でも捕らえた。これちなみにこれ敵のさ弾丸って無限なのかな。結構撃ってるよね。あーでもあれか、三段のそのあ水銀弾の重量を増やせば別に大丈夫なのか。こちらにはまあ毒メスとかもあるんで、そういう攻め方ももちろんできるんだけど、こっち銃だもんな。ね、俺がどれだけ食らってんのか知らんけど、なかなか当たらないな。そうした時に、あー やっぱなんか組み合わせているのか、それ。銃と剣を。そういう武器もあるのか。ちょっとかっこよすぎやしないか。参ったね。当たらねえしな。そうするともう一気に近づいてって。近づいてって、殴り合いのどつき合いした方が。いいかな。よし。あ、そうだ。せっかくだからここで、あ、やっぱりこれ無敵ついてるな。通常の。ドッジロールじゃなくても無敵がついてるんだったら、このままっていうか飛び込んで。いけるんで、やりやすいかもしれない。ここ、よし。あとは、撃てばいいか。あと何発ある？あ、落っこちた。回復しちゃうかな。大丈夫か？よし。しぶてえな。え、まさか、弾丸で死なないとかある？このゲーム。いや、俺は死ぬから敵も死ぬはずだ。死ぬはずだ、人間ならば。よし。弾丸でとどめを刺すには、もうちょっと地質を上げないとダメですね、自分の。すいません、お騒がせしました。
with blood. Bless us with blood. 血の祝福? Bless us. Bless. よくわからんが、ここはもうちょっと進める。あ、また人んちだ。また人んちだっていうのもおかしいけど。Bless us with blood. Bless us with blood. ずっと同じなのか。もしこれがね、やっぱ医療協会の手のものだと思われると困りますよね。うん、いる。何かがいる。あ、切っていいやつだ。よしよし、切れる切れる。二次編の可能性がありますからね。ちょっと積極的に。あー、いらない、いらぬものだったか。何か気配がする。大丈夫か。見えない。ランタンつけようか。うん、行こうか。明るきゃ明るいで、なんか見づらいしな。画面はね、若干暗いのに、この辺の土地がさ、土地は薄い気がするんだよね。薄くてなんだか判別できないみたいな。あ、噂をすればだよね、ちょっと前に出ませんねなんて言ったら、もう出てきちゃった。出ちゃった。なんか床が光っている。何か意味があるのか。気のせいか。何もないか。ああ、もうそれも一人じゃないもんな、二人いるもんな。ああ危ない。くっそ、どこから、ん、どこだ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 、そこ、ん、どうやって行くんだそこ。まずいか、見つかった、ん、行き方がわからない。どっか裏道があるか。飛び降りる場所、飛び降りられる場所。降り方がわからない。隠された穴があるのか、それとも。少なくともやつに当たるならスローイングナイフで。よし、当たる。黙らせないとダメだ。大丈夫。もう一回。よし。あー、一人じゃないのか。当てるか。んー、どこならいい？そこじゃダメ？ここは？あ、そこはまず射程外。当たる場所がないか、ここだと。あー、当たらない。一番近く。ダメだ、当たらない。当たらないとなると、ここでは戦闘を行わない方が賢明か。もしくはどこか当たるところがあれば。ゲッティか、こいつもこいつ。あ、死んじゃったわ。こいつもこいつでな、あの、回復すると永久つかみが来るからな。やっぱここの敵はさすがにいなくなってますよね。よし、そしたら屋根に登ってカラス退治でもやりましょうか。意味があるのかはちょっとわかんないやつが。ここ降りたら最後なんか死にそうで嫌なんだけどね。飛び降りでなんか死なれたりするとやっぱ非常に、ね、傷つくんだけど、俺の尊厳が、ありもしない尊厳が。ん？あ、向こうから降りられますよ、降りられますよってか、アイテムがありますよっていう掲示だったか。そこ飛べるってか、降りられるのかな。そこ行ける、まだ。あ、行けるか。どこだ。屋根がここにあるから、で、さらにこうか。で、狂気の止血。あ、またパワーアップできそうですね。よし、じゃあどうしようかな。血の回収だけして、うん、先に進むかね、進むべきかどうか。本当にこれ降りられないの。降りられないとしたら、ここから攻撃、あ、できない。どうつながってるんだ。ちょっと場所のね、つながりを把握しないと。あいつな、ちょっとどうにかして黙らせたいんだよな。黙らせたいっていうか、どっか道があんのかな。ちょっと、せめて、ね、
16000チーくらいあったはずなんです。これだけでもちょっと回収したい。あ、ない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 、誰か持ってっちゃった、あいつが回収しちゃってんのかな、もしかして。わかんないけど、どうしよっかな。とりあえず、あ、追ってきちゃった。あ、もう、あいつ回収してんな。どうしたもんかな。ちょっとやっぱ返してほしいんで、狩るか。その前に。向こうのやつだけでもちょっとやっつけないといけないんで、やろうか。射程があるのかわかんないけど、毒メスの攻撃力がやっぱりスローイングナイフと比べて著しく低いですね。なんだあれ、なんか降りられそうな構造してるんだけどな。あ、この辺から飛び降りる、もしくはもっと上から飛び降りるところとかが、あ、ないな。落下可能ポイントがない、こんな場所に限って。どうしたものか、この毒メスふんだんに使って、あの斧持ちをちょっと毒に侵してみるか。ちょうど近づいてきたし、いった、ここだったら当たらない、あ、当たらないけどこうなっちゃうか。どういうこと？敵って血を落とすの？落とすっていうか、血を落下させることってあるの？ちょっと構造っていうかよくわからないんだけど、あいつマジでちょっとどうにかしたいな。飛んだらいけねえかな、マジで。あー、いけないのかな。いけない臭いですね。しょうがない、いけないものはしょうがない。上からいけない？したら、あ、いけそう？あ、上からだったらやれそうか。あ、打ち厳しいっす。あ、でももう毒になってる。え、結構えぐいの？この毒メスって。ちょっと投げてみるか。速攻でなんか毒になるのかな。この際別に構わないよ、この毒を全部使っちゃうこと、構わず使っちゃうよ。あ、減ってるね。あ、結構早い段階で毒になるんだな。そうすると毒メスちょっと強いかもしれないですね。で、あとはひるむのかどうかだけど、全然ひるまないと。ハンマーでひるまないとなるとかなり怖いですね。敵のまあ戦い方として有効なのが、でもスローイングナイフも確か全部使っちゃったんだよね。有効なの、あ、火炎瓶が今あるか。有効なのはやっぱパリーしかないのか。ああ、犬じゃない。なんだ、ちょっと飛び込んでくんなよ、強いから。息があるか。息はないようだ。はい、ここまで来てます。ちょっと立ち回りがねひどかったんで、なんかカットなり編集なりして動画のね、また時間のバランスが悪いんじゃないかなと思って、せめてこう進みたいですね。この血を持って帰ればいいのにもかかわらず、俺はちょっとやつを倒したい。まあ、あのパリーができるんで、銃で
それで、まあ、やっつけられればいいですかね。結局ここに関してはね、でもどっか登れんのかな。真面目な話、今安全なんでちょっとやってみるか。これ俺がただ単に下手だから行けてないだけかもしんないよね。でもここは行けないね、登れないもんね。あ、行けた行けた、よし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 。ここで水銀弾じゃないんだけど、でもここに通り道ってないよね、このゲーム。登る場所とかないよね。なんか別のルートがあるのかな、そう思うか。特別そのね、隠しルートがあるわけでもなさそうだしね。もしかしたらこの辺が見えない壁、実はその通れる壁みたいなのがあんのかもしんないけど、こんなのね、いちいち探索とか絶対したくないしね。これ以降しませんから。じゃあ行こうか。とりあえず斧持ちだけを引っ張ってくることはどうかな、可能かな。火炎壺は全然効かなかったんですよね、やつには。ただ単にあれが技量とか攻撃がね足りてないだけかもしれないですけど、ちょっと容赦なく、よし、撃たれてもいいから、もうパリーを観光する。相打ち結構です。その多分そのためのリレイン、そのためのパリーだと思うんで、って言ってね行かなきゃおそらくやってらんないと思います、なんて言っててね。こういうやつがこれ、あ、やっぱでもトカゲちゃんか、よく見たら。倒していいトカゲか。二次編、ズダ袋と道中戦った時にも二次編1個落としたので、やっぱ運ゲーなんですかね。二次編落とすか落とさないかっていうのは、奇襲の敵で落としたので、まあ、これでちょっとね武器の強化もしてあげられればなと考えています。敵は嫌なところ、音量上げるか。いなそう、足音しないね。よし、アイテムか。鉛の飛躍絶対飲みたくない、鉄の味がしそう。攻撃を弾きやすくする、あ、でもこれあれだよね、防御力は変わらないため使いどころさんが難しいってやつ。これ何に使うんだろう。攻撃を弾きやすくする、攻撃を弾きやすくする、一時的に何を言っているんだろうか。ちょっと俺に 理解できないな。パリしやすいってことなのかな。音うるせえ。攻撃を弾きやすくする、パリーしやすいんだったら薬を飲む飲まないって関係ないよね、比重がどうとかって。これもまたボス出そうな雰囲気だな。透明眼鏡、俺はねこんなところでこう万有を発揮したくないので。敵じゃないや、ね、その見える敵いなそうだもんね。ちょっと帰るか、帰って強化してここを突っ込んでみるか。まあ、とりあえずちゃちゃっと強化して進みましょう。どっち行こうか、正門の方に行くか、さっきの通りに行くかですけれども、まあ、ひとまず強化しようか。武器の強化、まずこれですね、ハンマーの強化をして、これでもうつくようになったのかな、放射のやつ。次が8個か、8個はちょっと遠そうですね。修理はしなくても、仕込み勢しか修理しなくていいんだ、楽ですね。あ、ちょっと待ってね、結晶強化ができんの、できあない、あ、次か、次強化しないとリーチがかからないっていうか強化できないのか。これちょっとまだまだ先になりそうですね。二次編マラソンとかもしねえな、めんどくせえな多分。
よっぽどじゃないとしないだろうな。普通に血のマラソンをやっている途中に、これでどう？一つずつあげようか。全然足りねえな、スタミナは。あ、上がった。あ、これなんか段階的に上がっていく感じなんですかね。Farewell, good hunter. うん、ありがとうね。いきなりガッと上がる時もあるし、ね、上がらない時もあるし、なんでよくわかんないね。じゃスローイングナイフだけちょっとまた買っていきましょうか。これもしかしたら今自分が攻撃力マックス状態、体力マックスで、アルテマウェポンシステムでスローイングナイフの攻撃力が上がっているっていう可能性もある。水銀弾めっちゃ溜まってんだけど、の割に輸血全然溜まってない。あれ、水銀弾なんでこんな溜まってんだ。あれ、やっぱこのゲームってさ、増えてる？これさ、俺打ち止めのマーク、右上のやつ打ち止めのマークかと思ったら、これもしかしてさ、これ倉庫のマークだった。これ保管箱マーク、保管箱に行ってますよっていうやつ、もしかして。だとするとこれ マックス持ってても別にいいってことだよね。あ、だとするとどんどん拾っていけるっていう、録音大丈夫かことだよね。これちょっと怪しいな、今の今までの行為が。うん、敵によってはね、2撃でやっつけられる敵もいるので明らかに強化されてますね。で、水銀弾のあの異常な増え方を見ると、多分これ保管箱に直行されてますね。いやー、もったいないというか、今まで普通気づくだろって思う、気づかないって。じゃあ近い方から行こうか。もし何にもなければ、まあ、逆行ってもいいし、今このまま進めちゃってもいいし、様子見ながら行きましょうか。あー、なんだこれ、狭っ。もうちょっと開けたっていいんじゃないの。お断り感が非常にひどいですね。行こうか。じゃあちょっと、うわ、なにこれ、ここのやつらも顔がもうなんかエイリアン状態じゃないですか。敵出てくるのかな、ボスかな。あー、ここはここでボスっぽいですね。まあ、たかだか6センチ。いや、声がする。 R が好きな言葉ね、実況者さんの言葉で言うなら、若い女子の声がする。どこから、ムービー入るかな。あれかい、あのくぼみかな。行ってみるか。いや、危ないから気をつけないとな。普通にいるかもしれないからね、敵が。やっぱり人がこう獣になっちゃうのか、教区長エミリア、これはどう、パリできる系女子ですか、それともできない系ですか。弱点があるとしたらどこ、あの左手握った、あの拳に、あーですね、わ、ちょっと引くな、引き込むな。
握った拳が狙い目か。ただこれ狙えるか、このゲームこう V とかロックできないから。このゲームのいいところ好きなところって、こう火花が散るところがすごい好きなんですよね。なんか何、銃器でも持ってる、爆発してんだけど。あー、吹き飛ぶ、俺が吹き飛ぶ。ふざけやがってよ。死んだ、あ、死んじゃった。まあ結構範囲広いですよ。これは何だ、攻撃を受けたらなんかぐるぐる混乱とかある。あ、発狂、これが発狂なんだ。でも別に何だろう、発狂したから何っていうことなんですよね、今のところ。さて、まっすぐ行くと、まあ、獣との戦闘になりますので、ちょっと右側も確認してみましょうか。なんかあっちはあっちで別のボスっぽい気もするんだけどね。さて、ここですけど、どうやって行きましょうか。無理やり走って行っちゃっていいかな。別にね、血が惜しいわけじゃないんで、走って行っちゃって、走っていくと、普通に吹き飛ばされるのか。それも嫌だったな。追ってくる？追っては来ないか。よし、じゃあ行こうか。何も起こらない。ここを中央にね、ボスが発生するかと思ったんだけど、お、イベントも起こらない。足も踏み入れられる。なんかあれですね、ダークソウルであった大きなかがり火の、あ、なんだっけ、またあれはあれで聖杯みたいな。あ、また嫌な音がする。俺を発狂させるべくポルターガイスト音がするよ。今で出てきてたよね、ここから。ちょっと待ってね、これ、なんなんすかね、あいつ。ちょっと開くかい。うん、固く閉ざされている。あ、じゃあここはもうダメなんだ。行くべきは地下の探索か、あのボスかですか。そうねー、